東京都立北多摩高等学校は東京都立川市秋保野町三丁目にかつて存在した都立高等学校。通称は北多摩。町田高校、武蔵野北高校、三鷹高校とともに多摩地域の二番手新学校としての地位にあった。立川市立の商業高校としての創立が始まりである。後に都立に遺憾し北た多摩高等学校となった。 その後、商業化は廃止され、普通化の全日制のみとなった。生徒は、大目線、東山と、武蔵村山方面の生徒が多かった。2008年度、同志基地に,に立川国際中等教育学校が開校したため、北、多摩高等学校の生徒募集は2010年度以降は行われず、2013年3月末をもって、閉校した。北、 多摩高等学校卒業生の証明書発行等の事務は立川国際中等教育学校が引き継いでいる。都立高校の改革の一環として中高一環校の設置が進められている。既存の高校の敷地、設備を利用し中学校、高等学校の6年生の学校に改めるというものである。多摩地区では本校の他に武蔵、南多摩、 三鷹の四校が対象となっている。中等教育学校となる場合、敷地内に中等教育学校を新規に開校し、6年後に母体校が並行となるため、本校 OB や関係者の一部では、母体校の伝統がどれだけ引き継がれるのかに関心が持たれている。立川国際中等教育学校では、本校と同じ効果を引き継ぐほか、交渉デザインも、 本校のデザインを基調としたものとなっており、本校の伝統を引き継ごうとする方向性が打ち出されている。部活動は陸上、女子ラクロス部などが有名。吹奏楽部は都大会金賞。ありがとうございます。